第3次吉田第3次改造内閣は、衆議院議員、自由党総裁の吉田茂がルガ第49代内閣総理大臣に任命され、1951年12月26日から1952年10月30日まで続いた日本の内閣である。前の第3次吉田第2次改造内閣の改造内閣である。 衆院選を挟まずに3回内閣改造を行った。例は、この内閣と、第2次池田第3次改造内閣、第1次佐藤第3次改造内閣、野田第3次改造内閣、第3次安倍第3次改造内閣の5つのみであり、回数としては最多である。1951年12月26日任命、在職日数310日。 1951年12月26日任命、内閣発足当初。1951年9月8日に、サンフランシスコ講和条約と休日前安全、保障条約が締結されたことで、日本は連合国軍最高司令官総司令部による占領体制に終止符を打ち、国際社会に復帰を果たした。日本国内では占領体制の終焉に伴い、 吉田内閣の退陣吉田の首相辞任も観測されていた。しかし、吉田本人は退陣辞任について、未人も念頭にはなく、引き続き政権を担当する決意であった。それは、吉田自身の長く、ワンマン最小として、占領体制下を乗り切ってきたという自負心や、旺盛な権勢欲も、去ることながら、それ以上に、サンフランシスコ講和条約及び、 休日前安保条約の発行と新たな体制の整備の実現のために政権維持が欠かせないという判断からであった。同年12月19日に吉田は翌1952年は過去6年を通じて重要な年と考え人気いっぱい、すなわち1953年1月22日まで政権を担当する意思を明らかにした。そして同年12月25日に 全く出し抜けに内閣改造を断行し、成立したのが第三次吉田第三次改造内閣である。当然、増田孝志七幹事長ら自由党首脳らにも事前に相談することなく、吉田はワンマンぶりを発揮した。組閣の目的を閣僚の横顔を通して見てみると、法務総裁に起用された木村徳太郎は右翼で県事出身の政治家であり、 彼を起用しての反響立法推進が予想された。前の第三次吉田第二次改造内閣の官房長官であった岡崎勝夫を国務大臣に起用したのは外交官出身の岡崎に日米行政協定交渉の担当をさせるためで、その後吉田は自身が兼務していた外務大臣に岡崎をつけた。大橋武雄には警察予備隊担当の国務大臣として、 防衛体制の検討に入らせた。党総務会長、広川博士前の農商企業は、自由党内で、増田公使なら幹事長とのコップの争いが激化し、講和を目前に国民民主党も含めて構想が拡大したため、党内を地ならしすることが目的であった。また、党内優和では、山崎武氏を国務大臣に起用している。さらに、 吉田学校のメンバーである池田隼人蔵省、橋本良吾校省、佐藤栄作郵政省兼連通省、周東秀夫安本総務長官の留任、堀茂の官房長官など追放解除となった鳩山一郎一派に対する吉田派による政権固めが実施された。この内閣改造を鳩山派の幹部であった河野一郎は、とんだクリスマスプレゼントをくれたものだと吐き捨てるように、 言ったという。この第三次吉田第三次改造内閣においては、吉田茂及び側近のみが計画し、鳩山派の排除を機として8月28日に衆議院の解散に踏み切り、第25回衆議院議員総選挙を断行した。ありがとうございます。